続いてはこちらです。飛鳥先生も出演されていた世界の衝撃ストーリーというテレビ番組で、ヒラリーが自分が大統領になったらエイリアンと UFO の真相を世間に公開すると述べたことが取り上げられていました。それはかつてケネディが公開しようとしたものとは違うように思われますが、先生が公開されているエイリアンの正体が内部地球のイスラエル十種族であることをアメリカ大統領が世界に向かって公表することなどありえますか？やはり邪悪な侵略者に仕立て上げられるんでしょうか？という政治っていうのはね、汚いですよ、ましてアメリカでしょ、はい、だって選挙そのものがダーティーですよね、そうですね。では相手の足を引っ張る、いかに汚い手を使っても構わない、のかといって、じゃあ日本の選挙はきれいかって言ったら、いいですか、いいですか、選挙の前に老人たちに3万円配るんですよ。これ恥ずかしいよ。これ先進国からやることか。アベノミクスの恩恵を配ってるだけだって。結局そうでしょ。アベノミクスをやってるのはズムン党ですからね、このおかげで皆様方お年寄りで生活困難の方に3万円を申請できる、何が悪いんだ。これが通用する国が日本ですよ。恥ずかしいのを通り越してますよ。だから何をもってね汚いかって言ったら、もうそれこそもう言えません。もう多すぎて。で、ヒラリーがヒラリーでしょ、大統領になったらエイリアンと UFO の真相を、言っときますけど、アメリカでは昔からジョークがありましてね、選挙で、黒人かモルモンか女が大統領の時代になったらアメリカが終わるっていうブラックジョークがあるんです、ありえないからだ、ところがもうロムニーがモルモンで出たでしょ、オバマ黒人でしょ、ヒラリー、女でしょ、もう終わりだってことです。いや、俺物は悪いって言ってないよ、僕の宗教はそうなんだから。ただ言ってることはありえないって言ったことはありえるなっちゃった、これはもうとうとう最後に来ちゃったかな。でもっと言うと、今年の相手さんがあっての話だから言うんだよ、俺預言者じゃないから、でも危機管理から言うと最悪のことを状況的に判断するのが俺の役目だとなると、今年の夏休みあたりが一番危ないんです。もうそんなにないじゃないですか。戦争を起こすプーチンがとうとう守備で切らして動き始める。だからクリミア半島